ボボさん、今ラジオやってみたい。ごめんごめん。邪魔しちゃった、邪魔しちゃった。やめない。シビクレちゃんたち写真撮ってもいいですか？あ、撮ってください。じゃあこっちも行ってもらってもいいですか？ボボさん、前しゃがめる？あ、まあ、もう行っちゃったから。あげます。お嬢ちゃんの大人じゃないですか。失礼しました。
ごめんね、すごい気使ってもらったね。素晴らしい、素晴らしい大人になると思う。さあ、まだ1個ありますか。じゃあ、ヌーちゃん、これね、多分俺が被ってるんですか。いや、嘘です。違うと思います。もう分かんない、誰が被ってる。なんで、途中からしか被ってないんで、ね、これ被ってね、あの球場の周りうろうろしてたね。はい、じゃあ、ヌーちゃんと、じゃあ、今度も勝った人ですよ。はい、じゃあ、ヌーちゃんお願いします。はい、まあだからチョキの人だけですよ。チョキの人だけ、チョキの人だけ、チョキの人だけですよ。はい、もう一回行きましょう。はい、チョキの人だけ、チョキの人だけ、チョキの人だけですよ。お、二人かな？二人、じゃあ二人で決勝、いいんだよね、こっちないよね。お嬢勝ってた。大丈夫ですか？じゃあ決勝戦しましょう、二人で。ね、対象はグー、じゃんけんぽい。はい、グーの人勝ちです。はい。じゃあ一応僕これ2500円払って買ってるんで2500円で買ったんでサインついちゃってるんでお願いしますね。はい、こっちにいっぱいあるんで2500円払ってるんで、はい、いっぱい買いました。はい、以上で。なぜならね、ルーちゃんもゴロちゃんの広島ファンではないです。別にあげても惜しくないんで。で、所さんだね。楽しかったね。ビール、お酒いっぱい飲んじゃった。ビールたくさん飲んじゃった。楽しかったよね。楽しかった。ホームランもいっぱい出たしね。いい試合ですね。ね、まあ、よかったら今日も行ったらいいんじゃないですか。今日はもうデーゲームだから。今日デーゲームだ。そうか、じゃあダメだ。よく知ってるか。